2010 FIFA ワールドカップ2010 FIFA ワールドカップ決勝トーナメント2010 FIFA ワールドカップ決勝決勝当日のヨハネスブルク 2010FIFA ワールドカップ決勝は2010年7月11日にヨハネスブルクサッカーシティスタジアムで行われた第19回目の FIFA フフワールドカップの決勝である決勝に進出したオランダとスペインは永年にわたって 世界の強豪国と言われながらもワールドカップの優勝経験がなく、どちらが勝っても初優勝となる。オランダは1974年西ドイツ大会と1978年アルゼンチン大会以来3度目の決勝進出だが、全2回はいずれも開催国代表の西ドイツとアルゼンチンに苦敗を舐めさせられており、3度目の正直を目指す。 一方のスペインは1950年ブラジル大会の4位が最高だが、この時は上位4チームによる決勝リーグ戦方式であり、現在のノックアウト式トーナメント方式では過去4回のベスト8が最高で、本大会が初の準決勝、決勝進出であった。両チームは FIFA ワールドカップのみならず UEFA 欧州選手権の決勝トーナメントでも、 対戦したことはなく、1920年、アントワープオリンピックに決定戦以降の9度の、対戦はいずれもユーロの予選リーグや、国際新全試合のみである。対戦成績は4勝4敗1分けの、全くの互角である。本大会の決勝では、いくつかの、ワールドカップ初となる出来事が予想されていた。まず、前述の通り、オランダとスペインのどちらが勝っても、 ワールドカップ初優勝となり、8カ国目の FIFA、ワールドカップ優勝国が誕生することになる。また、この対決により、欧州勢は、欧州開催以外での大会では優勝できないという、ジンクスが破られることになる。また、オランダが勝つと、ワールドカップ開催経験のない国の優勝となり、これは1954年スイス大会の西ドイツ、以来にチーム目となる。 一方、スペインが勝つと、初めて、本大会の初戦で敗れたチームによる優勝を成し遂げることになる。ヨーロッパ予選では、オランダが、グループ9で8戦全勝、スペインが、グループ5で10戦全勝と、両チームともに圧倒的な力を示して、本戦進出を決めた。本大会ではオランダは、グループ E に入り、デンマーク、日本、カメルーンと対戦。 三戦全勝で決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦ではスロバキアに快勝。準々決勝では優勝候補の一角と目されたブラジルを逆転で下し、準決勝では優勝2回の南米の古豪ウルグアイを突き放して決勝へ進出した。オランダは国際 A マッチ十五戦無敗ヨーロッパ予選から準決勝まで全勝と勢いを 持続している。一方のスペインは、ユーロ2008での優勝や、予選の全勝、無敗、連勝の世界記録受立などにより、優勝候補の最右翼に位置づけられていたが、初戦のスイス戦を圧倒的に攻め込みながら0対1で落とす。続く、ホンジュラス戦には勝利するも内容はかんばしいものでは、なく、グループリーグ最終戦のチリ戦の結壊感ではなお、 グループリーグ敗退の危機にあった。結局、チリには2対1で勝利し、得失点差で過労うじてグループ1位での決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦は、ポルトガルとのイベリアファン決戦に1対0で、勝利、準々決勝では、パラグアイの組織的な守備に手こずりながらも、 終盤の決勝ゴールでこれを下し、60年ぶりのベスト4進出を決める。ユーロ2008の決勝と同じ顔合わせとなった、準決勝では、3回の優勝を誇り2試合連続4得点と波に乗っていたドイツを、ポゼッションサッカーで封じ込め、初の決勝進出を果たしている。両チームのスターティングメンバーともに初優勝をかけた一戦は、 攻撃的スタイルのチーム同士による打ち合いも予想されたが実際には持ち前の攻撃力で中盤を支配するスペインに対してそれまでの攻撃的スタイルを捨てて必死に守るオランダが FW アリエンロッベンを中心に逆襲のカウンターを仕掛けるという展開となったスペインは得意の高速パスワークから 幾度となくオランダのディフェンス陣を崩しにかかるが、オランダのファウルをもいとわない気迫の守備に阻まれ、得点チャンスをものにできず、逆に、オランダもロッベンが、ゴールキーパーと1対1の局面を二度作り出すも、いずれも、スペインの GK イケルカシージャスのスーパーセーブに、阻まれるという緊迫した展開が続いた。共に、幾度かの決定的なチャンスをものにできないまま試合は、 ワールドカップ決勝史上6度目の延長戦に突入。延長前半4分、スペインの MF アンドレスイニエスタが MF セスク、ファブレガスに絶妙なスルーパスを出し、ゴールキーパーと1対1の場面を作り出すが、オランダの GK マールテンステケレンブルフに阻まれた。延長後半4分に、オランダの DF4 ハイティン派が2枚目のイエローカードで、 退場処分になり一人少なくなる一方、スペインも延長後半から出場した FW、フェルナンド・トーレスが突如足の不調を訴えて、フィールドを離れるなど、お互いに、満身創痍の状態となっていた。PK 戦による決着が、監修の脳裏にちらつき始めた、延長後半9分、オランダの FW ベスレースナイデルの放った、ゴール正面からのフリーキックは、 スペイン守備陣の壁に当たって、ゴール左へそれるも、判定は、コーナーキックではなく、ゴールキック。スペインはそこからパスをつなぎ、延長後半11分に途中出場の MF セスク、ファブレガスの出した絶妙なパスを、MF アンドレスイニエスタが右45度の角度から、ボレーシュート。無回転のボールが、オランダ GK、マールテンステケレンブルフの手をわずかにかすめ、 ゴールに吸い込まれた。これが決勝点となり、スペインが初優勝を成し遂げた。この試合は、両チーム合わせて、ワールドカップ決勝史上最多の14枚のイエローカードが出されるという、やや荒れ気味の展開となった。特に、イエローカード招致で、ラフプレーを仕掛けていった、オランダの守備スタイルには、かつてのオランダの名選手であり、トータルフットボールの中心的存在だった。 ヨハン・クライフは、醜くて邸属。スペインを動揺させるために、汚いプレーを展開したと批判した。時間は、南アフリカ標準時。チーム1部位、チームにフィファによれば、全世界で9億1000万人が視聴したと言われている。スペインでは、地上波のテレシンコなど3局が中継を行い、平均視聴率は、合計82.9%。 最大瞬間視聴率は91.0%だった。日本ではジャパンコンソーシアムの枠組みに基づき、日本放送協会がテレビ中継を担当した。実況は野地俊二が、解説は山本正邦と、早野博氏が務めた。同国では7月11日が参議院選挙の投開票日だったため、開票速報の放送枠を確保する必要から、 地上波中継は総合テレビではなく教育テレビで行われた。日本時間では翌日未明から早朝にかけての放送だったにもかかわらず、平均視聴率12.0%、15.4%を記録している。アメリカ合衆国では ABC が英語の中継を行い、平均視聴率8.1%、 平均視聴者数1,554万5000人を記録した。この放送は2011年5月2日に発表された第32回スポーツエミー賞において最優秀中継特別番組賞を受賞した。ありがとうございます。